まだまだ今日はまだあと、夕方までね楽しいイベントたくさん続きますので、どうか皆さん楽しんでいってください。旅祭り2013どうかよろしくお願いします。ありがとうございました。私たちおりますので、ぜひ皆様来てください。はい、ありがとうございます。わかりやすい。34番ブース。そう、パンフレットで確認してね。ありがとうございます。さあ、続いてどうぞ。あ、はい、持ちます、持ちます。亀吉さんがね、持ってくださるんですよ。あ、ごめんなさい、カンペが貼ってあるんで。あ、大丈夫。言っていいから、カンペ貼ってあるんで。バラさないでくださいよ。カンペあるから。皆さん、こんにちは。五所と書いて五世と読みます。奈良県五世市から参りました。こちらのツツジの方ちょっと PR させていただきたいんですけれども、はい、清正様いかがですか。ん、何のこちらのツツジいかがですか。あ、これ突然わしいかがですか。いや知らんよと思ったけど、いや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 、まことに美しい。え、ツツジに見えないねっていうぐらい綺麗。この見える時期はこちらは、5月の中旬が見どころとなって、これね、続けさせていただきます、はい、その見どころ、はい、5月の中旬ということですか。やっぱり名古屋おもてなし武将隊が名古屋城にいることですよね。おありがとうな、気遣ってくれてな。出世するタイプです、うん、そうじゃな、本当だったら一番最初に言うべきじゃん。